1. Flatland style visual image.1995年6月18日、東京のキャノンボールシティで行われたフリースタイルコンテストの模様から、フラットランドのスタイルについてみんなに実際見て感じてもらうことにしよう。まず今やってるのは、フリースタイル界で有名なフラットランドの伊藤兄弟というのがいるんだけども、そちらの弟の方、彼は今乗りに乗ってるライダーで、このようにまるで競歩でもやってるかのように二輪のバイクをほとんど一輪で扱うというスペシャリスト。彼がこのようなスタイルをメイクするために、またこのようなほとんど足をつかない安定する技を覚えるために、彼は1日欠かさずに毎日4時間練習しているという。さあ、そして次、今の伊藤君のように完璧なスタイルとは別に、僕はこういうスタイルこそ本当のフリースタイル、楽しむためのスタイルを実行しているライダーが、この九州から来た石井君から見て取れると思う。フリースタイル楽しいよね。5. Flatland routine. That's original style.
1995年8月13日、東京は駒沢公園で行われたフリースタイルコンテストの模様から、今度はライダーのメンタル、精神面との関わりを見てもらうことにしよう。それとアメリカから来たこれぞスペシャルフラットランドというような演技を見てもらうことにしよう。彼は根本秀幸といって、僕と同じチームディスチャージのメンバーなんだけども、彼はこの大会の前日、僕と一緒に神奈川県でフリースタイルクリニックを行っていた。そのために彼は前日にこの大会のための練習をすることができなかった。彼は練習量によって自分の精神面の安定を得て、大会で思い切り自分の実力を出すというタイプなんだけども、たった1日自転車に乗れなかったということから、精神面で不安を得て技への自信が失ってしまった。その結果がこの状態なんだけども、これによって彼はかなり調子を悪く落としてしまい、自分の本来のスタイルを出すことができなかった。それくらい演技というのは技だけのことではなく、精神との関わりがすごく深いということをみんなに覚えておいてほしい。でも残念だったね。お疲れ様。早かったですね、技が。あ、なるほど、よかった。途中でルーティン間違えました。まあ、そんな感じで分かった。でも、杉田ちゃん、もっと混んだ。